本シリーズ4人の新外国人が参戦。中でもひときわその存在感を示したのがブルシュミット。198センチ120キロ。今場内にアピールです。恵まれた体格から繰り出すダイナミックな技、この男から目を離すなブルシュミット。ベイダーが入場します。全シリーズ丸々欠場したベイダー、その間秋山の GHC 挑戦が決定しました。今姿を現しましたベイダー、一気に武道館のボルテージも上がっていきます。今日のメインで行われる GHC ヘビー級王座決定戦、三沢、秋山、どちらが勝とうが次の挑戦者は自分。間違いなく GHC へ並々ならぬ欲を燃やしてやるベイダー。この一戦に勝利してGHC ヘビー級王座への栄冠の過程を築くことができるか。この二つの武道館の感触を確かめるように今花道を進んでいきますベイダー。今宵のタッグパートナーはブルシュミット、タウエ、イズミダの対戦です。今 T シャツを投げ入れました。今ベイダーがリングイン。青コーナーはベイダー、ブルシュミット、まさにナチュラルパワーを秘めたこの2人の外国人選手です。圧倒感があります青コーナー。秋にも新設されるという GHC タッグのベルト、三沢は小川、秋山は斉藤、そして田上のパートナーがこの泉田純です。ノア旗揚げ1周年、振り返れば8月6日タッグで、そして9月15日にはシングルで大森高尾を破った泉田、田上とのタッグで再浮上を目指します。泉田純がリングに上がりました。初代 GHC ヘビー級王座決定トーナメントは1回戦敗退。そして5月18日チャンピオン三沢に挑戦も敗北。自らの存在感を示すべく、そして再び GHC 王者を目指すべく、その挑戦権を争うベイダーと今宵タッグで激突します。リアルな日本のタウエアキラ、栄冠を再び我が物へ、俺がタウエだ。早くもボルテージが高まっています。ベイダー、そしてシュミットの青コーナーサイド、4人が出揃いました。赤コーナーは泉田、青コーナーはベイダーだ。ベイダー、泉田でゴンが鳴りました。第6試合タッグマッチの30分一本勝負です。タウエにしきりに視線を送っていますベイダーです。リング中央組んだ。放送の解説は桃田光雄さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今ベイダーがタウエの方に視線を送りましたが、両者かなり意識があるようですね。それはあると思いますね、お互いやっぱりなんていうんですか、外人のトップと、それから、日本側のトップ選手という意味、気持ちはありますでしょうからね、さあしかしそのタウエを尻目に早くもベイダーが止まらない。ベイダーアタック、そしてラリアットまで見せました。早くも泉田の動きを止めていますベイダーです。全シリーズは欠場したベイダー、まさに充電を経てそのパワーを倍増して帰ってきましたベイダー。青コーナーで泉田にパンチ、そしてベイダーハンマーの乱れ打ち、赤コーナーに振るベイダーラック。ああこれを見てすかさずタウエがカットに入ります。タウエが脳天チョップを繰り出す。泉田の劣勢を見てタウエが休止に入りますが、ベイダーがそのタウエの動きを止めるか。さあフロントで締め上げていく、締め上げたまま青コーナータッチです。桃
桃田さん、このブルシュミットという選手もかなり楽しみですね。はい、そうですね、新しい選手ではありますけれども、体っていうか、要するに上手がありますんでね、これで要するにその横がついたら、ものすごいパワーを発揮するんじゃないかという、はい、期待を持ってる選手だ。どうぞ落とし、タウエが早くも見せた、カバーに入る、ベイダーがカットに入ります。タウエが192センチ、シュミットはそれを上回る198センチです。タウエ、ベイダー、そしてシュミット、泉田も185センチありますから決して小さくありませんが、そうですね、やっぱりだけどこの中に入るとやっぱり小さく見えてしまいますよね。小柄な選手に見えてしまいますね、はい、そして10月にはタッグのベルトができると言われています。まあ、ベイダーは誰と組んでももちろん優勝候補ですよね。そうですね、そのベイダーのタッグパートナーが誰になるのか、今日のこの一戦次第ではこのシュミットにも可能性があるわけですね。いや十分あると思いますね、やっぱりベイダー選手もやっぱり自分に匹敵するね、はい、パワーなり上手、体を持っている選手を選びたいと思うでしょうから、そういう意味ではやっぱりシュミット選手は結構、はい、チャンスがあると思いますね。そのシュミットが力を見せました。ラリアットで泉田を倒して2ドロップカバーに入りますが、泉田は返しています。抱え上げました。132キロある泉田、叩きつけた。ベイダーとタッチします。この2人が組んだらその力は計り知れない。あさあベイダー、このスポット危ない、このスポット危ない、リバースプラッシュ、いや強烈に入ってますね今のは。ベイダーが試合開始当初から一気に決めようという勢い、もう一度いったビッグマンクラッシュ、その息遣いがマイクを通して聞こえてきます。場内を睨みつけた、もう一度いった、170キロのプレスが3回。さあタウエ突っかける、タウエ落としました。こうなるともう陸上はベイダータイム、もう一度いった、カバー、泉田もなんとか返します。いやだけど今のはもう決まってもおかしくない状況だと思いますよ。そうですね、170キロが4回、合計640キロが落ちてきた。さあベイダーハンマー、泉田の脳が揺れている。場外ではシュミットとタウエ、赤コーナーサイドは危険だ。さあもう一度カバーに入る、3カウント、なんということだ、ベイダーが一気に決めた、気合を見せたベイダー。次のチャンピオンへの挑戦者は自分だと言わんばかり、この表情を見ろ、すごいですね、ものすごい